YoubitTV チャンネル登録者様3000人突破いたしましたつらかった長かったよ。いやー、これもですね、本当に日々見ていただいている視聴者の皆様のおかげでございます。改めて本当に本当にありがとうございました。多分200本ぐらいやってるんじゃないかなと思うんですけれども、今現在150本以上ぐらいやったのかな、それぐらいなんですよね。で、僕が YoubitTV を始めさせていただいたのは2018年の10月にチャンネルを立ち上げて、12月あたりからこうちょくちょく始めたんですよね。夏に入りまして、心霊スポットとか廃墟とかね、撮影してたんですけれども、その動画がスマッシュヒットを起こしまして、早くもちょっと総集編とか CM とかを僕作ってたんですが、わずか1分とか30秒の動画なんですけれども、それがありがたいことにバズりまして、20万ぐらい再生いきまして、で一気に収益化させていただいたのが9月なんですね。ただ9月からまたこの2000突破するまでがこれぐらいの山をこうゆっくりと上がっていく感じなで、そうこうしているうちにコロナ騒動が起こりまして、ちょっと今現在も全然収束見通し立ってないですよね。こんな中ですね、4月に入って私も誕生日を迎えまして、そして本日ようやく3000人を突破させていただきました。で、今日はですね、YoubitTV に登場していただいたグッズに登場していただいておりますこれね、うんこうんこね、トロ好きなんですよ。かわいいですよね。で、これ関係ないですけど、箱根に行った時にね、買った温泉卵ちゃん。早く温泉行きたいな、箱根の温泉。ちょっとね、なかなか行けないですよね。あとまた取る。これ見えますかね、怖いでしょ、ちょっとシビトラちゃん。サイレンってゲームあるじゃないですか、映画にもなった。サイレンに出てくるっていうシビトっていうのがいて、目から血出すんですけどね、シビトとトロと一緒のこの子とのコラボレーションフィギュアですよくできてるよね。あとうんこナスがナスがガチャガチャシリーズが一番伸びが良くてですね、動画やりたいなと思ってるんですけど、なかなかグッとくるもんがないんですよね、最近。なのでちょっと躊躇しちゃってますけど、あ、これねブル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 、中野ブロードウェイの4階にはスピリチュアルな店に置いてあるんです。ブルブルブル、最近曲も作ってねえんだよな。これうまい棒、うまい棒のね、コラボもっとあってもいいよね。ああ、こいつ怖いエクトプラズムティッシュカバー好きなんですよ、これちょっとエグいのが。で、ちょっと後ろに見えるこれ、笑う妹と山の呼ぶ声、昭和の紙芝居ですよね。これもちょっと見かけた時のテンションがうわーっつって、あと手前味噌ですが DVD ですけど、子供のおもちゃ、これ知ってる人いるかな。リボンっていうね、少女向けの雑誌があるんですけど、漫画があるんですけど、アニメになったんで結構昔なんですけど、これのエンディングの「パニック」っていう曲がありまして、ソニーレコードが出てたんですが、それのスティリスモールボイスというユニットに私が所属しておりました。エンディング、第1作目のエンディングの「デレッテッテギャオ!」って言ってるギャオは私の声ですこれも思い出の作品。あとこれデモゴルゴン知ってるかな、ストレンジャーシングスの。これはデモドッグだね、犬のデモゴルゴンバージョン。ストレンジャーシングス4もうすぐやるから楽しみです。あ、ストレンジャーシングスのゲームも途中でほっぱらかしになったんで、ちゃんとやりますね。あ、ユリとシャベラのこう理科のこの標本的なやつが好きです、この人中学校とかね、夜行くと入れちゃったんですよ、セキュリティなかったからね。で、肝試しみたいに理科室入って見に行くんですよ。学校の階段映画があったじゃないですか、あんな感じでね。っていう、ここにユービット、映画大好きなので映画のパンフレット、今までご紹介させていただいたものがここにですが、映画もね、ユービットのおすすめ映画、これからステイホームが結構また続くと思うので、映画はお友達です、映画とゲームはお友達ですね。また映画おすすめ映画を貼っときますので見てください。で、ユービットの頭の中はほぼほぼ映画、ゲームで構成されております。あとは忘れちゃいけないのがキャラクターはむーちゃんです。むーちゃんもね、来月29日であなた2歳だね。2歳、一緒にYoubitTV を始めたようなもんですよね。初っ端から登場してますんで一緒に寝てます気づいたらもうお腹の上でスピーかわいいなということで、ちょっと長くなりましたが、Youbitこれからも面白い動画を楽しんで頑張って続けていきたいと思いますので、引き続きこれからもぜひYoubitTV よろしくお願いいたします。Youbitアメブロ、Twitter やっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。ベルボタンもプチしていただくと Youbitの更新情報が届きますので、ぜひプチしてください。で、過去の動画も、後で出ますので、ぜひご覧になってください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは皆さん、いろいろ本当に気をつけてね、いろいろ大変かもしれないですけど頑張って乗り越えましょう。未来はある、大丈夫だよ。それではYoubitでした。